泉ちゃんが戻ってきたわね。恨みがましい目でこっちを見てるわ。そんな目で見られても困るけど、勝手にフラッと海外に行って私たちを寂しがらせた分だけでも笑わせてもらわないとね。後で映像を確認するのが楽しみだわ。泉ちゃんたら意外と小芝居とか好きだし、結構ノリノリだったんじゃないかしら。とりあえず予定通り進んでる。これで俺たちにも他のアイドルとかの評価がどう変わったのかも確認できる。ナイツが過去に犯罪っぽいことをやらかしたのは夢の先では周知の事実だったけど、また同じ過ちを繰り返した時にみんながどういう反応をするのか、やっぱりと思われるのか、まさかと思われるのか、普通にスルーされちゃうのか、その反響によって俺たちの ES 内での本当の評価が分かり、みんなの本性が本音をつかめる。俺たちの過去のやらかしについては示談で済んだのもあって、ファンのみんなはあんまり知らないと思うけど、クレイジー D みたいなのがまた出てきて過去の出来事についてついてくる可能性がある。その時ファンたちがどういう反応をするのか、それでも俺たちを肯定的に捉えてくれるのか、失望して離れていっちゃうのか、その辺を確認したかった。自分で自分に投与した毒で死んだらバカみたいだし、軽くしか確かめられなかったけど、結果はまあ上々かな。俺たちは月ピーの趣味でオペラ仕立ての演目が多いせいか、なんか全部ヒーローショーみたいな演出だと思われてるみたい。むしろそういうのが今回の遊星隊のファンたちもそんな感じだったみたいだよね。あっちはガチなやつだったんだけど、本当日頃の行いって大事。実際みんなで事前活動とか繰り返して積み重ねてきた努力が報われた感じもする。ファンはみんな俺たちを信じて愛して肯定してくれてる。俺たちが誹謗中傷や自己嫌悪を耐えながら紡いできた青春の日々は無駄じゃなかったもんね。だからそっちもきっと大丈夫。今はどん詰まりのどん底だって思えても、諦めずに仲間と手を取り合って進んでいけばきっと道は開けるからね、クレイジー B。 うちも新たな王様がお望みだから、悪路を歩む先達としてそれをしっかり教えてあげよう。バカなお兄ちゃんに王様に振り回される気持ちはわかるしね。何もできずに後悔するのはもう二度とごめんだし。頼もう！ほら、ナイツ、何度やらかせば気が済む。いい加減にしろ。うんうん、拉致監禁はいけないこと、反省しなさいこの野郎。次は示談では済まさないぞ。あれ、なんでトリックスターが相変わらず変なタイミングで出てくるな、あいつ。おい、どういう事情だリツ、また何か悪巧みしてんのか。マー君。でしばらく会ってなかった遠距離恋愛中の彼女みたいな態度を取るの、お前は。寮が別室になったりしてはいるけど、たまに起こしに行ってやってるだろ。うん、そうだけど、たまにはそういうプレイもいいかと思って。そういう会いたいのに会えない恋のドキドキみたいなのだけはせっちゃんが羨ましいし、
はあ、実際はそんないいもんじゃないからね。俺が毎日のように顔文字たっぷりのメッセを送っても、ユウくんから返信来ないし、大喜利のように既読だけはつけてくれるけど。いや、正直鬱陶しいので、返事が欲しいなら月永先輩の方に送ればいいんじゃないですか。あいつはあいつでスマホを落としたりして連絡つかなくなりがちで、返信待ちの間ずっとストレス溜まり続けるの。安心が欲しいなら私やリツちゃんが安牌よ。司ちゃんはね、まだまだ心配の種も尽きないだろうし。皆さんご静粛に。パフォーマンスの最中ですよ。雑談はその程度にしてくださいね。我々が対峙したいのはトリクスターの皆さんではなく、アウクロイドの皆さんの方ですし。ほら、あなた方がチンキな振る舞いをするせいで新人さんたちがついていけずに困っているじゃないですか。もっと気を使うべきですよ、アイドルの先達として。